高校の同級生であるコウスケ。彼は自信家で周囲を見下すことで自身のアイデンティティを保とうと考えるタイプの男だった。私の学級では声の大きいやつが上に立てる社会構造が確立されていたので、彼は上位グループに位置していた。彼の傲慢な態度にはその当時から疑問を持っていたが、彼の溢れんばかりの自信が私のその考えを押し止めていた。高校を卒業後、彼は一流の大学に入学した。一方で私は学校の指定校推薦を利用して平凡な大学に入学。そして今年大学を卒業し就職する前に一度飲もうとの誘いがコウスケからあったので、その誘いに応じることにした。ウィース、久しぶり。とりあえず生でいいか。うん、お願い。生2つ、それといつものやつお願い。頼んでくれてありがとう。それにしてもここめちゃくちゃ高そうなんだけど、よく来るの？当たり前じゃん、ここに来なくて逆にどこ行くんだよって感じ。ははそうだよね。逆にお前はどこ行ってんのよ。俺もここら辺よく来るよ。銀座なんて来ねえよ、近所の激安チェーン店の毎日だよ。お前が？本当かな。まあそんなことはどうでもいいか。お前工場に就職したみたいじゃん。なんか予想通りって感じ。そうかな。だって高校の時からお前全く吐きなかったしさ、工場絶対向いてると思うよ、マジで。転職に出会えたなんてお前だけずるいじゃん。そんなことはないよ。コウスケはどこに就職したの？聞いて驚くなよ、 F テレビの営業マンよ。マジか、すげえじゃん。まあね、俺ぐらいのもんになればこんなもんよ。面接とかどれぐらいあったの？5回目で最終面接かな。圧迫面接も厳しいのなのって。どんな感じだったの？あなたはどのように社会に貢献できますかって部分を何度も詰めてくんのよ。でもほら、俺ってテニスサークル長だったし、ゼミの論文でも最優秀だったじゃんか。だから返す刀で逆に切りかかってやったっつうか、そんな感じだったのよ。いろんな引き出し持ってるからコウスケはすごいよね。そんな褒めんなって、ちょっとすごいだけだからさ。俺もコウスケみたいに頑張ればよかったなと最近よく考えるよ。まあお前は早々と指定校推薦を選んだもんな。お前はそれが身の丈に合ってるって感じで、俺はいい決断だったと思うよ。マジ永難よ、俺にはできん。俺には俺を待ってる場所があるからさ。確かに俺は努力もあんまりしたことなかったから、それでよかったかなとも思ってるんだけど、もうちょっと頑張ってもよかったのかなとも思うんだよね。できないやつは言い訳から始める。そんなことを誰かが言ってたよね。俺は工場だけどさ、それでもそこにやりがいを見出せば見えてくる世界がある気がしてるんだ。お、名言出ました。おいおい、茶化すなよ。そんなことはどうでもいいや。それよりさ、お前女できたか？まさか童貞くんじゃないだろうな。童貞だけど、それがなんだよ。伝説の勇者様降臨ってか？すっげえ、23歳にもなって彼女できたことないなんて超レアキャラじゃねえか。100回ガチャ回しても出ねえよ。うるせえな、そういうお前はどうなんだよ。遊びまくりよ、テニスサークルの子って可愛い子が多いんだぜ。そんな会話でその日の飲み会は幕を閉じた。コウスケの自慢話は尽きることがなかった。私は悔しさを抱いたまま家路に着いた。コウスケの傍若無人さは目に余る部分があったが、それがコウスケと私との現実的なレベルの違いであったので受け入れるしかなかった。しかしこの飲み会は私に火をつけることとなった。私は工場の仕事を辞めて自分が自分を誇れる仕事をやってやろうと決意した。そして2年後プログラマーに転職した。そんなある日、コウスケの方から誘いがあり海で遊ぶことにした。よう、元気してたか？よう、今日はお前の彼女探しに来たぜ。そんなのいいよ。そんなこと言いつつ本当は期待してたくせに。図星みたいだな。じ
ゃあ早速可愛い子探しに行こうぜ。こんにちは。君たち、俺たちも遊ばない？おいしいジュースをおごるからさ。やった、じゃあ決まりだね。このジュースおいしいね。なあ、お前もおいしいよな。うん、おいしい。こいつさ、25歳にもなって彼女の一人もできたことのない童貞ちゃんなんだよ。おい、コウスケ、やめろって。しかも工場勤務の LINE 校で毎日同じことやってんだよ。まったく、何が楽しいんだよって感じだよね。しかも超発給でさ、よくそんな仕事続けられるもんだよね。あはははは。からの童貞、生きてて何が楽しいのって感じじゃない？コウスケ、お前調子に乗るのもいい加減にしろ。お前昔っから人のこと見下して何がそんなに楽しいんだよ。おい、落ち着けって。もうお前とは付き合ってられん。あとな、工場の仕事をバカにするのは勝手だけど、あの仕事だって社会の歯車を回す大切な仕事なんだよ。それをバカにするのは絶対に許さない。悪かった。しかも俺は工場は辞めて転職したんだよ。何？プログラマーになったんだよ。バカにするならすればいいよ。そういうお前は仕事どうなんだよ。順調に決まってんだよ。お前の自慢話は外見の話ばっかで、中身がないから凄さがよく伝わってこないんだよ。営業なんて余裕よ。それならよかった。俺は悪いけど今日のところは帰らせてもらう。分かったよ。それから3年の月日が経った。私はプログラマーとして体制しつつあった。上司からの信頼も厚く、先日ついに昇進を果たした。この経験は自分に大きな自信を与えた。今こうして仕事に打ち込めているのも、そもそもコウスケの書きつけがあってのことだった。前回喧嘩別れをしてから全く会っていなかったので、あの時の謝罪も込めてコウスケに電話してみることにした。もしもし？もしもし、久しぶり。元気してたか？ぼちぼちな。どうした？嫌に歯切れ悪いな。なんでもねえよ。なんだよ、いきなり切れ出すなよ。酒飲んでんのか？今日休みなのかよ。うるせえな、仕事辞めたんだよ。F テレビ辞めたのか？そうだよ。クソ上司どもが俺の才能を認めねえからこうなったの。あいつら俺の才能を憎んで、俺のこと仕事できねえやつだって陰でこそこそ言いやがって。冗談じゃねえぞ。そうか、人間関係は大変だよな。ああ、分かったふりしてんじゃねえよ。すまん。ところでいつ辞めたんだ？お前と海行った後すぐだよ。え？そうだよ。なんか悪いか？悪かないけどさ。でもそれからどうしてんの？自宅警備員であります。はあ、最高のテレビ番組作るって夢語ってたお前はどこへ行っちゃったんだよ。だからお前に何がわかるのって言ってんの。あんた耳ついてないんですか？いや、お前の苦労は確かにわからないけどさ、お前ほど優秀なやつがそれじゃもったいないなと思ってさ。え、お前それ本気で言ってんのか？当たり前だろ。お前が頑張って有名大学入ったり有名企業に入ったのは実力以外の何者でもないだろ。え、今までごめんな。俺お前にいつも偉そうな態度取ってたのに、お前は。謝ることもないさ。確かに幾度となくお前には腹が立ったけど、なんか反省してるみたいだし許す。ありがとう。コウスケの自慢話はやっぱりほとんどがハリボテだった。コウスケは優秀な人材ではなかったし、とてもじゃないが人望を得られるタイプでもなかった。だから会社では周囲から浮いてしまい、高すぎるプライドが邪魔をして仕事が回らなくなってしまい、逃げるようにして退職したのだという。
その間、前だけを見て仕事に従事してきた私は昇進し、仕事を充実させることができている。さらに現在、私は社内恋愛をしていて、もちろん童貞を卒業した。あの電話でコウスケが変わってくれるかはわからないが、きっとこれからもコウスケとは付き合いを続けていくことになりそうだ。でももう二度と舐めた口は聞かせないぞ。今回のお話はいかがでしたか？毎日動画投稿しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。あなたのコメント、グッド評価お待ちしています。